どうも、ガチロックンです。ここでは、釣り針の結び方について紹介します。釣り針の結び方には、まあ、いくつも種類があるんですけれども、まあ、その中でも、最も基本的で、まあ、簡単、手間がかからない結び方ですね。外掛け結びという基本的な結び方がありますので、こちらについて紹介していきたいと思います。今日は、ハリスの代わりにちょっと、これ、太めの糸ですね。見やすいように、3号の方、糸と、少し大きめのチノ針、まあ、5号の針なんですけれども、こちらを用意しましたので、これを使って結び方について紹介していきたいと思います。それでは早速結んでみましょう。どのような形でも、結べるんですけれども、そうですね。今日は、こちらに置いて、針こういうような形で持って結んでみましょう。まずこれ本線ですね。本線と針の軸をこういう形で沿わせます。で、この沿わせた状態で、この端糸ですね。端糸ここで、こういう形で輪を作ってやります。輪が、ここですね。こういう形で輪を作ってやって、これもう単純にここ巻いていくだけです。この本線と針の軸ですね。を一緒にこの端糸で巻き込んでいきます。2回、3回、4回、くるくるくるぐっとこう、5回、6回、これ7回ですね。ちょっとまあどんな状態になってるかこう、見てみますと、こういうような形で、こうくるくると、こんな状態ですね。こういう形ですね。この本線と針のこの軸ですね。軸を一緒に、こう、くる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 と、この端糸で巻き込んだ状態ですね。で、大体、5回から10回の間ぐらいで、まあ、こう巻いてやって、最後に、この、ここ、結び目のとこ、きちっと押さえた状態で、この、輪の中にですね、最初に作った輪の中へ、この端糸を通してやります。今こう説明しながらこう指こうコロコロこう持つ場所こう変えたりしてこうしてるんですけれども、実際にはこの結び目のところはきちっとずっと押さえた状態でですねやっていただいたらこうほどけることないと思います。で、またちょっと見やすいように持ち上げますけど、こう輪の中に通った状態ですね。この状態で押さえますね。この本線。この本線を引いてやります。こう、くーっと。こう引いていくと、見ますね。どん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 こう、締まっていきます。こう締まっていく感じですね。こんな状態で、どん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 こう、締まっていきます。こう、ぐーっと。で、最後までまあ締まれば、これ結び上がった状態ですね。これ端糸こんだけ残っただけですね。で、まあ、慣れないうちはもう少しこう端糸たくさん残してやるような形で結んでやれば結びやすいです。
一応、この端と持った状態で、ね、端とこう持った状態で、ぐーっと締め込んでやりますね。よいしょ。もう一度確認しますと、こんな状態ですね。こういった形で結ばれます。で、最後にこの、余った端とですね、不要な部分をカットしてやります。で、これでも、そして分かるように、まっすぐ針を降りてますね。で、これ結び上がりなんですけれども、この時に必ず、この軸のこの地元のですね、針の内側をこの本線が取るような形で、こちらですね。こちらからこう糸が出るんじゃなくて、こちらから出るんじゃなくて、こちらですね。こちらからこの本線が出るようにしてください。で、きちっとこう、見たときに、こう、針がこう、歪んだりね、こうしてないことをこう確認して、最後まできちっと締め込めば、これで、外掛け結びの完成になります。以上で、外掛け結びの結び方の紹介を終わります。はい、ここでは、釣り針の結び方の中で、最も基本的なテクニックである外掛け結びについて紹介しましたけれども、結びの中で出てきたんですけれども、この特徴として、こう端糸ですね、無駄なこう端糸が非常に少なくて済むという、そういったメリットもあります。簡単、お手軽な結び方なんで、あまりその結束強度、この強さ自体は、そんなに期待できないんですけれども、巻き数ですね。巻き数を増やしてやることによって、多少、その部分をカバーできますので、5回から10回と言いましたけれども、多い場合、10回ぐらい、こう、きちっと巻いていただくと、結束強度も、上がってくるような形になります。釣り針、自分で結べるようになりますと、コストの削減にね、つながったりしますので、これ、針巣ごと、こう、針その都度変えてれば、かなり、こう、無駄な出費になりますので、必要に応じて、この針の部分だけ、カットして、新たな針使うことなく、この針、元の針巣のままで、新たな針だけをこう、結び替えると、いったような、対応の方、可能になりますので、この、外掛け結びですね。基本的な、釣り針の結びのテクニックの一つになりますけれども、ぜひとも、マスターしておきましょう。